ね、まあ、ジュニアのタイトルであってもやはり、まあ、グランドスラム強いところです、まあ、精神的には強い選手ですよね。なるほどね。サービスをキープしましたインドネシアのウィジェ。コントロールしましたね、ウィジェの方は。ここはエースを取りました。まあ、サーブから言ってもこのドキッチのサーブですね。はい、ナイスサーブですね。はい、コースが良かったです。サーブ、ストロークともにパワーで言うとウィジャヤをこう少しずつ上回ってますかね。エースとアンフォーストエラーが何かこう交互に来るような感じもあります。そうですね、やはりブレイクポイントでウィジャヤがネット、先にサービスを落としましたドキッチ。第1セット、これでウィジャヤの2ラン。これはドキッチ不満です。しかしエース13-15ランを返しました。7ゲームの間に、まあ、どういう、まあ、こう駆け引きとかっていう、かなりプレッシャーのかかるゲームになるんじゃないかと思うんですが。そうですね、やはり 5-0 から 5-3 になっているだけでも、まあ、ウィジアの方はそのストローク戦では本当互角ですからね、そのことを本当信じてしまいました。再びブレイクポイントドキッチ。ドキッチらしいフォアハンドが出ました。なんと4ゲーム連取のドキッチ、5ゲームス2-4となりました。いやー、金城さん、テニスではよくあるパターンの一つなんですが、そうですね、5-0 からね、いわゆるまくるなんていう言葉を使いますけれどもね、はい、しかしまあこう 5-0 までもあっという間でしたけど 5-4 までもさあラブサーティーです。6ゲーム以降の4ゲームとはちょっと雰囲気が違いますね。このサーブがあります。常に追い込まれているここまでのドキッチ。そしてここで追いつけるのかどうかドキッチ。まだブレークポイントかけました。あ、ガッツポーズを取りましたドキッチ。追いつきましたね。追いつきましたけどね、もったいなかったです。まあ、そのあたりがまだ18歳でツアーの経験もあまりありませんからね。そうですね、バックアウトになりました。さあしかしこれでサーティオ、でもきちんとコースに入りましたよね。フォアのリーナ、またもブレイクポイント。ちょっと短かったですね。そういうチャンスを絶対逃しませんよね。そうですね、ボールがアウト。お互いにこうストレート、まあ、チャンスですよね。そこでちょっと力入っちゃうんですよね、ここだっていうような感じですからね。なるほどね。ドキッチは儲けました。勇気持ってストレート打ちましたよね、バックの見取りました。まあこの辺はしかしウィジャヤもいいフォアハンドしてますね。もうウィジャヤも、まあ、ここ絶対ですね、甘いになったんじゃないでしょうかね、はい、今日のゲームでね。この2人10代だっていうのが大したもんですよね。そうですね、もうさ